最初は株式会社ドワンゴ川上信夫代表取締役会長さん、会長さんでございます。題名は ICT イノベーションとビジネスと題しましてご講演いただきます。ご案内のように川上さんは1990年京都大学工学部を卒業されまして、ソフトウェア会社に入社、その後ドワンゴを設立し、子会社である、ニワンゴですかね、ニコニコ動画の運営に携わってこられました。最近ではジブリのプロデューサー見習いとしてに携わるなど、ジブリ、私も読みましたが、ジブリ見習い日記ドキドキニコ動というような形で、広く社会と文化でご活躍されています。それでは、準備が整いましたので川上さんの方から、ご講演の方をお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました、ドワンゴの川上です。今日はですね、いつも僕はですね、主にコンテンツ業界と、IT 業界、コンテンツ業界は当然分、ちょっと理系文系で言ったら文系の、業界だと思うんですけども、実はIT 業界というのも文系で、やってるのはもう全部ビジネスモデルとかね、なんかそういう文系 の人ばっかりがいる業界なんですよ。だからみんなIT ベンチャーの世界っていうのは実は技術にはなんか疎い人ばっかりだと、僕は勝手に思ってるんですけども、そういう人たちの中に、いてですね、今後ちょっと技術的に考えると今後こういう風になるんじゃないのっていうことをいろんな方にお話しするっていうのが、大体僕がいつもやってることなんですけども、今日はですね、僕よりもはるかに専門家の方ばっかりいらっしゃいますので、ちょっと困ったなと思ってるんですが、今日はですね、僕が今後こういうところが課題になるんじゃないかっていうようなことをいつもはですね、その文系の方にですね、言っていることをですね、今日は皆さんにきっとその回答をお持ちの方いらっしゃると思いますので、そういうのをね、後でね、本当はこうなんだということをお聞かせいただければと思います。じゃあよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと僕はなんとなく30分じゃなくてですね、1時間ぐらいあるかなと思ってたので、ちょっと長めの資料を作ってきちゃいまして、この2つテーマはね、本当は別にテレビっていうか、この映像配信のね話は聞こうと思ったんですけども、ちょっと足らないと思ってですね、ちょっと書籍の話も追加しちゃいました。一応あさってからドワンゴですね、家族はドワンゴになるということで、ちょっと電子書籍の話もした方がいいかなということで入れてありますので、ちょっと足早にかいつまんでお話ししたいと思います。ですね、で一つ僕ですね、あんまりなんかね、文化論とかそういうのあんまりああいう話苦手でして、そういうのはいいんですけども、やっぱり技術的に考えて実際どうなんだっていうね、そういうことを実際のところは考えたくなりますので、電子書籍が紙が電子書籍の時代になるというのは具体的にどういうことか、でそれっていうのは一体何がキーポイントになるのか、でそれで最後は積み上げされるのか、それとも本当に紙がなくなっちゃうのか、でどれくらい理論的に考えるとこういう可能性があるんじゃないかみたいなことを、考えていることをお話ししたいと思います。一つは電子書籍のメリットというのは、皆さんは当然ご存知だと思うんですけど、軽いということですね。もう薄くて軽い。実際、今電子書籍の端末っていうのは例えば少年ジャンプ一冊よりも軽いわけですよ。小さいし薄いし、それが筐体の中に一冊だけじゃなく何千冊も入るということで、携帯性小スペースっていうのは非常にいいわけです。で当然文字が電子化されてるから検索とかもしやすいし、ちょっといろんな著作権的な問題もありますけども、今学生さんがみんな大好きコピペもこんなにしやすい本はないわけです。
で、そして当然紙印刷物流コストがほぼ必要ありませんので、コストが安いというのが、まあ、これが電子書籍が紙に取って代わるというふうに言われている、まあ、大きな理由だと思うんですけども、じゃあデメリットの方、電子書籍が普及しないとしたらどんな阻害要因があるのかということについてまとめますと、まあ、一つはまず電子書籍化された本の数というのがまだ少ないと、全部をカバーできてない。あと値段というのもまだ電子書籍だと確実に安いというような状態には、なってない。で、あと、まあ、電源が必要、充電しないといけない。まあ、あと慣れっていうので、本当にみんな紙でね読むのに慣れている人たちが電子書籍に本当に移行するのか。で、そしてあと存在感の部分ですね。これ存在感というのはどういうことかというと、本っていうのは買ったら机の上に置いたりするわけなんですけども、そうすると机の上に置いてあるんですよね。ただ電子書籍の場合は iPad とかで買ったりしても買ったことすら分かんないわけです。物理的にないから入ってるわけなんで。で、これは例えば僕はこういう例えですなんですけども、電子書籍っていうのは買った瞬間に本棚 の, 2列目に入るっていうのが最大の欠点だって言ってるんですけども、まあ、本好きな方っていうのはまあ、書斎とか作って、いくら書斎でね本棚作っても本が好きな人っていうのは必ず本棚が足らなくなるんですよ。で、足らなくなるとどうなるかっていうと本棚が2列になるんですよね。で、そして古い本っていうのは裏の列に置くんですよ。そうすると裏の列に置かれた本っていうのは、なんか持っていることすらわからなくなる。で、たまに2冊買っちゃうみたいなね。まあ、そういうのってすごく本を好きな人ほど経験されていることだと思うんですけども、電子書籍っていうのは、買った時から2列目に置かれてしまう。まあ、これが僕は一応最大の欠点だなっていうふうに思っていまして、まあ、そこの部分っていうのが、まあ、なかなか解決されないだろうというふうに思います。あ、それね、ちょっとね、ちょっとすみません。もう一回つないでいただきますか、先生。で、これらの課題が今後どうなっていくかということを考えると、実はほとんど解決されちゃうんですね。一つ、ラインナップは今後充実していく。で、むしろ絶版がないので、長期的に考えると電子書籍の方がラインナップも充実している。紙の本の場合だと全部種類の本にはアクセスできないということが将来的にはなるでしょう。で、価格っていうのは再販制度もないし、すでにもう電子書籍の方が安売り、ダンピングが始まっていて、まあ、これは電子書籍の方が安いというのはもう早晩実現されてしまう。まあ、現時点でもかなりそうなっています。で、充電で、すでにですね、もう数日間は充電不要なような電子書籍のタブレットというのが当たり前になってますから、まあ、これは解決はしてないにせよ実用上障害にはならないレベルというふうにも現時点になっていると思います。で、慣れの問題はどうかというと、まあ、死ぬといずれで、慣れない人はまあどうせ死ぬと、まあ、慣れる慣れないという問題はいろいろ難しい問題なんですけど、まあ、どっちにせよやっぱりこれも時間の問題じゃないかと。で、そしてそうすると、まあ、最初の存在感の部分以外というのはほぼ解決するんじゃないかというのが僕は思っていることです。まあ、大体存在感が、ね、ないというのはその持ち上げの利便性と表裏一体の部分ですから、まあ、これは解決できないなと。まあ、そうするとやっぱり全ての本っていうのは電子書籍になるっていうのはもうこれもうしょうがないなと思うんですよね。っていうのがほぼ現時点の結論じゃないかと。まあ、今そこに門川会長もいらっしゃってますけども、これは僕の個人的見解ですので、あさって発足される門川アドワン後の見解ではございませんが、まあ、紙はおそらく電子書籍に移行するだろうというふうには個人的に思っております。そうするとまあ、残った課題というとね、まあ、いろいろね、ソーシャルリングとかね、いろいろね、テクノロジー、サービスがね、電子書籍のサービスがもっと進化うんぬんとか言いますけど、僕もう必要ないかなと思っていて、残るとすれば、この存在感の部分以外っていうのは、まあ、解決、されてしまうと。
もう現時点でも電子書籍の時代になっちゃうというふうに思っています。で、ただ最後にこのやっぱり物として紙の本があるっていうこと自体っていうのは最後まで残るだろうし、そこには一定の役割があるだろうっていうふうに思うんですけども、じゃあこの存在感の部分は電子書籍では解決できないのかっていうことを考えると、これもやっぱりですね、最終的には解決されちゃうんじゃないか、で解決されちゃうとすると何が起こると解決されるのかっていうので考えていました。まあそうすると電子本棚だなと、壁紙がテレビになり、そしてデジタルサイネージになり、それと本棚が融合した時代に存在感すら電子書籍の方があるっていう時代になっちゃうだろうっていうのは僕の予想です。まあ、どうなるかっていうと、これ電子本棚ですから、まあなんかね、テレビを見たいときに壁紙が本棚になってるわけですよ。で、これは電子だから、さっき言った二列目問題が起こらないんですよ。勝手に入れ替えてきて、最近の本は前に大きく表示するとか、これ電子本棚は自由自在なんですよね。もう、もしくは何だったらね、なんか読みかけのページを、読んだ途中のページから表示して、壁に表示しておくとか、もしくは移動先でもね、持っていけるんですよね。会社の本棚と、自宅の書斎、これ壁紙さえ貼っていけば同じ本棚が表示できる。でもしくはテレビの中とかにもひょっとすると移動中でも自分の本棚っていうのを持っていけるかもしれない。でこういう時代になると本を買ったっていうことの存在感すらやっぱり電子的にあった方がいい時代になるだろうっていうふうに考えると、まあこれが実現された時が本当に紙が役割っていうのが本当に限定的になるんだなっていうふうなことを、考えております。まあ電子書籍の時代は以上なんですけど、まあそうするとやっぱり本当に紙っていうのはやっぱり100年後とかには、まあ、相当、まあ、歴史的な遺物になってんじゃないかなっていうのが、まあ、正直な僕の分かりです。まあこれはカロカード番号の見解と異なりますのでお願いします。で、じゃあテレビについてどうなのかっていうことについて、考えてるのか、何を考えてるかっていうことをお話ししたいんですが、まあよくですね、これからはテレビがネットの時代になるということを言ってる人ってたくさんいらっしゃると思うんですけども、それは具体的にどういうことなのか、なんか抽象的にね、テレビがネットの時代とかっていうね、なんか流行り去りみたいなことな文脈で語る人が多いんですけど、具体的にテレビがネットに移行するとしたら、一体どういうようなことを具体的に意味しているのか。で、それと、現在映像技術っていうのは、いわゆるですね、4K、8K、高解像度化の方に進化してるんですけど、それが本当に正しいのか。で、そして、今後、まあ、ブラウドキャストからユニキャストになっていくっていうことの観点で、この映像技術のね、進化っていうのを考えた方がいいんじゃないか。そういったお話をしたいと思います。で、これはまあ、テレビとネットの違いというのを、まあ、簡単にまとめましたけども、まあ、一つの特徴というのは、テレビっていうのは、同時に同じ映像を、全ての人に伝えるっていうことですね。まあ、要するにブロードキャストということなんですけども。で、ネットの場合っていうのは、そうではなく、一人一人に違うデータっていうのを送るっていうのが本質的になってるんですけども、その代わり、伝えられるデータ量と、人数に制限があるっていうのが特徴で。で、テレビはその代わり、チャンネル数に制限があるんだけど、無制限。で、規格の変更はテレビは難しいし、免許も必要だと。まあ、それが、ネットの場合っていうのは基本自由であるっていうのが、まあ、これは、まあ、大雑把な、テレビとネットの違いなんですけども。で、これが、テレビからネットで覇権交代っていうと、具体的に何を言ってるのか。で、そもそもやってるのが同じじゃないわけですよね。みんなホームページとか、そういうブログとか、ソーシャルネットワーク、ね、そういうサービスを利用してるわけですから、見てるものが違うわけです。そうすると一つ分かりやすい今言われてることっていうのは、テレビに使う時間とネットに使う時間、これが逆転するんじゃないかってことが言われてるわけです。でむしろ若年層においてはすでに逆転しているっていうふうな、そういった調査結果っていうのが、これは日本でも世界でも、そういうデータが出てるわけなんですけども、じゃあ一つはテレビからネットへ、時代が変わるっていうことの一つっていうのは、まず時間の消費が変わるっていうことですね。でこれはすでにかなり起こってるんじゃないかっていうふうなことが言えると思います。でもう一つ違う見方があるとすると、テレビ受像機っていうのが今テレビが要するにネットテレビになっちゃって、コンピューターと一体化しちゃうってことですね。だからネットテレビになっちゃう
ていうあのことです。でこれについてもですね、今アップル TV とか Google TV とか、まあ、あんまりまだ普及はしてませんけれども、あのそういう流れになっていまして、まあ、特にあの今世界的なテレビ のトップシェアっていうと、もうサムソンになっちゃった時代なわけですから、そうするとサムソンはもうあの全てネットテレビですよね。そうするとこのインターネットと融合したテレビ、ネットテレビの時代が来るっていうのを言うのも、あの一つのテレビからネットの時代 の大きな節目になる出来事だと思うんですけど、これもまあ早晩実現されてしまうんじゃないかっていうのが、これはあの2つ目のフェーズとして考えられます。で、最後にあの残るフェーズとしたら、そもそも今テレビでやっている番組、テレビ番組を本当にいつまで電波で放送するんだ。でこれはもうインターネット経由であのテレビ番組も伝送しちゃっても構わないんじゃないかみたいなのが、あの将来的には起こるんじゃないか、まあ、あのこういった議論っていうのが、あの本当は分解するとあのされるべきなんじゃないかっていうふうに思います。で特にこの3番目の伝送路がネットに置き換わるかどうかということに関しては、一般的にはあのなんかすごくデータ量が多いから無理だ無理だっていうふうになんか一般的には言われてますけど、本当にそうなのかっていうことですよね。そこにちょっとあの疑問を持っています。で現時点でじゃ あのこの、テレビ番組をインターネット経由で送るとどうなるのかっていうと、すでにですね、例えば今 10GBps で大体、まあ今、まあ、あの月額1000万円ぐらいですかね、ぐらいあれば、十分契約できるんだと思うんですけども、それぐらいで、10GBps っていうのが手に入るんですが、これって、まあ 1Mbps、まあ SD レベルですよね。普通 のアナログ放送ぐらい の画質であれば、同時1万人の使用が可能なわけです。で、これだと、その、今の CS ですよね。CS の番組が今どれぐらい見られてるかっていうと、多分同時、平均すると5000人なんですけど、実際これちょっと、まあ、多めに見積もってるんで、実際多分こんなにいないと思います。つまり、現時点で、おそらく、CS 番組を、立ち上げるんだったら、これインターネットでやった方が、費用と効率も実際はいいっていう現状があると思うんですよね。まあ、ただ今テレビ自体が、まだCS 放送に対応してても、インターネット放送には対応してませんので、なんですけど、インフラ面では、すでに僕はもう CS はいらないと思います。ネットでいいんじゃないかと。で、これが、BS 地上波になると、まあ、これは桁が、まあ、一桁、二桁変わってくるわけなんですけども、じゃあ、そっちの方も、だんだん、将来的にはいらなくなるんじゃないか、ということで計算すると、だいたいどれぐらいになるかというと、まあ、1Mbps だとして、で、日本の、テレビ普及世帯数、でそしてゴールデンタイムの総再視聴率です。約3000万世帯が同時に視聴しているというふうに考えると、30TBps が必要なわけです。で、30TBps っていうと、まあ、昨年の日本の総ダウンロードトラフィックっていうのが 2.5TBps だから、これを全部使ったとしても、まあ、全然足らないっていうことが言えるわけですね。まあ、ピークはもう少し出てると思いますけど、そうすると、まあ、現時点ではまあ明らかに足らないっていうのはその通りなんだけれども、実際これ毎年 20% から 30% ずつぐらいトラフィック量って増えてるんですよね。でこれがこのまま増えていくとどういうふうになるかというと、単純に 20% ずつ増えると14年で10倍、20年で30倍になります。でそうすると、まあこの 30TBps っていうのはどうやら射程圏内に入ってきちゃうっていうことですね。ただ、これは、いくつか、ちょっと、少しずるい計算があって、まず、帯域を 1Mbps で計算してるんですよね。でも、今の HD、これは今、すでに放送は HD だから、HD にするんだったら 1Mbps じゃ足らないでしょうっていう。まあ、大体 3Mbps から 4Mbps ぐらいは必要なので、実際は、トラフィックっていうのはもっとこの3倍、4倍ぐらいかかるんですけど、でも3倍経って、それはね、なんか、普及が5年遅れるかどうかぐらいの差でしかないわけです。そうすると、10年、20年、30年というレンジで見ていくと、たとえ HD になろうが、4K になろうが、8K になろうが、今の状態で通信量が増えていくんだったら、まあ別にインターネットの帯域は、すべての放送を、
各家庭に届けても賄うことができちゃうっていうことなんですね。でこれが本当に実現可能なのかどうかっていうのは、多分この答えはここにいる皆さんの中には知ってる人は多分たくさんいらっしゃるんですけども、どうやら先ほどですね、控え室でお聞きした範囲内でも十分、将来的にはこれぐらいの帯域には対応できるというお話でしたので、でそうすると結局地上波も含めて電波なんか帯域的に見たらインフラ面で見たらいらないわけです。っていうのがやっぱり未来の姿でしょうということですね。でもそもそも今電波でいいものをインターネットにする必要があるのかっていうことになると、そこには必要がなかったら、別に変える必要ないわけですから、じゃあそのインターネットにするべき必然性というものがどういうところに出てくるのかっていうことを、考えたいと思います。そうすると、そのためには何が必要なのかというと、一つは、携帯電話の世界で iPhone が登場して一挙に市場が変わったように、なんか iPhone のような革命的な魅力的なネット端末が出るっていうね、これちょっと不確定要素なんですけども、そういったのっていうのが一つは必要になる可能性がありますよね。でもう一つはテレビ番組がそもそもネットでサイマル放送されるのかっていうのも一つ大きなポイントとして考えられます。でそして時期的な問題でいうと、この日本のネットのインフラがどの程度の速度で増強されるのか、でそしてその中で HD4K8K がどの程度求められるのかっていうのが、おそらく定量的な問題を議論するときには一つ重要な問題になるでしょう。それと、もう一つはネットならでは その付加価値、電波ではできないようなことが、そしてユーザーが欲しがるような機能が、ネット放送の場合につけられるのかっていうようなところがポイントになります。それは要するに、2つあって、双方向性の部分と、あとはユーザーごとに違う映像を配信することが必要なのかどうかっていうことですね。で双方向性のことで言うと、一つニコニコの場合だと、こういうふうにユーザー の動画にコメントを載っけるっていうようなことをやってるわけなんですけども、一つこういったことが考えられるわけです。でその時にですね、2つあって、一つは動画の場合っていうのはそもそも、これはですね、これは擬似的に同期しているように見せる技術ですので、実際動画を見ているときに動画の時間軸に対してコメントをつけていますので、実際に皆さんが動画を見ているときにコメントを見ても、それは昔に、ひょっとすると1年前 の, ユーザーのコメントを見ている可能性があるわけです。なので、相互性をつける場合に、別にそんな時間っていうのはあまりシビアじゃないんですけども、これが生放送になってくると、実はその放送の時 の配信のズレっていうの時間っていうのが問題になります。つまり生放送の場合は配信者の方が何かアクションを起こした時に、視聴者がそれに対して、もしくはこれ別の視聴者もあるんですけども、それが何か反応を起こすっていうのが、これがやっぱり僕らの経験上で言うと、だいたい5秒を超えると双方向性っていうのは成立しなくなるんですよね。そうするとエンドトゥエンド の遅延を5秒以内に抑える必要が、あるというふうに思います。ところがですね、この今の ビデオの配信技術っていうのは、どちらかというとそれとね、逆の方向に行ってまして、一つは今流行りっていうのは HDTV ベース の, 配信ということで、HLS、HS、MBEG ダッシュ、もう HDTV 上でビデオストリームが起きちゃおう。で、これね、すごく便利なんですけど、これやっぱりね、レイテンシーがちょっとね、やっぱりね、必要なんですよね。で、もう一つは映像の圧縮率の向上っていうのを皆さんやっていて、で、新しい圧縮っていうのは大体ですね、なんかより多くのバッファーとか必要になったりとかして、これもやっぱりね、レーシング的には不利なものが多い。で、あんまりね、リアルタイムの双方向性っていうのが考えられてないっていうのが現状じゃないかっていうふうに思います。それでうちの方は
ではですね、この HTTP ベースで、低遅延のプロトコルというのを今開発してまして、まあ、低遅延のプロトコルといっても独自のプロトコルじゃなくてですね、実際には例えば H.264 の上で、動作するプロトコルなんですけども、まあ、H.264 なんだけども、まあ、多分これに皆さんお分かりになる方もいらっしゃると思いますので、細かいことを言いますと、例えば、B フレームがないとかね、もしくは通信環境が悪いところでは P フレームもないとかね、でそして、映像 の、 解像度とかそういうものとかもできるだけ、まあ、通信環境のうちでまで減らしたり増やしたりとかして、で結果的に何を実現してるかというと、バッファーを最小限にすることによって、低遅延を目的としたプロトコルを作ってるわけです。でこういうことをやって、双方向時代の通信に備えた低遅延の技術っていうのが今後重要になってくるんじゃないかというふうに思っています。でもう一つはですね、この双方向性ローレイテンシーという部分以外にもう一個のポイントっていうのは、ネットだけではないのはブロードキャストからユニキャストっていうのがキーワードになると思っていまして電波の場合というのは当然、まあ、繰り返しになりますけども、同じ映像ソースを不特定多数に配信するんですが、IP 通信っていうのはそもそも IP パケットとしては独立したパケットがユーザーの手元には行ってますので、本来そのデータは変わってもいいんですよね。変わってることを本来は生かすのがネットでの映像配信に必要なことだろうと。でそれにはじゃあどういうようなことがあるかっていうと、まあ、実はすでにね一部そういうふうになってる部分があるんですよ。それは何かっていうと、一つは再生環境と通信環境が端末のことによってインターネットの場合は違うからです。まあ、電波の場合は、まあ、受信できるかできないか、受信できなかったら電波が弱いですとか、なんかエラーメッセージがテレビで見れないんですけども、ネットの場合っていうのはそこで頑張りますので、例えばフレームレートが下がったり解像度が下がったりとかって、そういうふうなね、再生端末ごとに解像度のフレームレートを変更するっていうことが可能なんですよね。もしくはそもそも PC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機なんかによって、そもそも表示できるディスプレイの大きさが違いますので、まあ、そんなに大きな解像度のね、高い解像度のデータを流してもしょうがないっていう場合っていうのは、サーバーで変換して、より小さな帯域でを使って配信したりするわけです。すでに、この、端末の多様化によって、ネットの配信っていうのはですね、違う映像データが、厳密に言うと違う映像データがすでに配信されてるわけです。で、それが、今後一つは、これと同じようなことっていうのが、もっと、さらに、発生するんじゃないか。しかもそれが、双方向性な部分と、結びついてやっていくんじゃないかっていうのが、僕が思っていることです。つまり、ユーザーのフィードバックに合わせて、動的に、映像を変化させるような技術があるかどうか。で、一番な簡単な例っていうのはですね、すでにありまして、これね、巻き戻し追っかけ再生ですね。今、高い、このハードディスクレコーダーが書くと、生放送を巻き戻したりとか、もしくは、すでに始まっている番組を追っかけ再生したりできますけれども、例えばこういった技術を、サーバー側で実現すると、ことができる。で、そうするとね、まあ、いろんなメリットがあって、例えばスマートフォンとかって、多分そんなに巨大なローカルストレージ積めませんから、そうすると、ローカルデバイスにストレージが不要で、こういった機能っていうのが実現される。で、その瞬間に、やっぱりこれはユニキャストが必要になるわけですよ。で、もう一つは、その映像をトリミングして拡大したり表示するっていうことっていうのが、これをサーバーベースでやっちゃおうと。で、僕ね、これ 4K8K の使い方としては、これが正しいんじゃないかなと思ってるんですけど、サーバー側の方では高解像度 の、 映像を使っていて、それを必要に応じて、端末によってそれを必要なところだけ見たり、もしくは適切な解像度に落として変換してみるっていうのが、今後、入っていくんじゃないか。で、そして、もう一つはそのマルチアングル、マルチ画面、サーバー側での動画合成、もしくはクラウドゲームとか、そういう形で、映像ストリーム技術が進化していくというのが今後の流れじゃないかなというふうに思っています。もうあと10秒しかないんですけども、まあ、そうすると何が起こるのか、
っていうのはまあこれに書いてますけども、まあ、その時に何が課題になるかというと、まあ、いろいろ計算するとですね、今まで大体クライアント側の、ね、待機のことしか議論にならないことが多かったんですけども、こういう未来の映像配信技術ではサーバー側の、ね、待機が、ね、いろいろ足らなくなるんですよ。CPU 待機とかサーバーの CPU 待機、サーバーのメモリ待機っていうのが足らなくなるし、もしくはデータセンター側の LAN の待機が今後不足いたします。でそうするとまあ、そのことがきっと未来というのはですね、こういうようなサーバー側の変化をすることを考えると、1人1コアがサーバー側に、ユーザーのセッション1人当たりに1コアがあるっていうのが多分未来の、姿になるでしょうし、でそういった時には CPU メモリの待機っていうのが結構重要になってくる。そしておそらくは特にデータセンターとかで映像合成をするということを考えますと、サーバー側のデータっていうのはね、まあ、できるだけ圧縮とかあまり軽めの圧縮がかかってるぐらいのデータで処理をする方が効率的ですから、そうするとますます、データセンター側サーバー側の、ネットワークの待機が圧迫されるようになるだろうというのが、僕が持っている、予想です。以上、少しは時間をオーバーしましたけれども、僕からこういったお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。